お疲れ様です。ワイズファクトリーの動画になっております。いや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 、お疲れ様でした。今日寒かったっすな、やっとこそ終わりやして。はい。で、あまりバイク屋の動画なのにバイクのことを喋らない動画になってるので、たまには怒られちゃうからバイクのお話をしようかななんて思ってたんですけど、まあいろいろ考えて、どうだろうな。まあ、例えば僕が、まあ、バイク屋になるまでにどんなオートバイ歴があると、勢いが余ってバイク屋になってしまうのかみたいなお話をしようかなと思って、一番最初に乗ったバイク何だったっけなって思って思い出してたんですけど、ちょっとやっぱりね、さすがにかなり遡るんですよね。だって何年前？だって30年ぐらい遡らないといけないんで、資料もなかなかね出てこない感じなんですけど、まあこんなシリーズ、まあ興味のある人がいたら続けていこうかなと、まあ題してワイズファクトリー人志の愛したバイクたちみたいなね感じかな。で、あの僕16歳になって、あの免許取る時にね、原付取らなかったんですよ。あの誕生日来る前に、教習所通い始めて、16歳になる時に中免取って、もういきなり中免からだったんですよね。でオートバイの方もすぐ、中型のバイク欲しいなって思ってたんですけど、まあバイトは一生懸命やってて、まあ母親が景気良かったんですよね。ローンとか組まないで、なんか一括で買ってもらってバイト代でなんか毎月返してたような、今となっちゃちゃんと返したのかどうかも怪しいですけどね、結構あのボンボンだったんですよ当時。ええとこのお坊ちゃんでどうだったっけな、ちゃんと払い終わったのかな、まあよく覚えてないな。で最初に、バイクの雑誌なんかを読み漁って、心を惹かれたのがこのヤマハの FZR250 っていうモデルですね。これちょっとね、見た目今どうだろう、こういうオートバイ、まあ、ないっすよね。これかっこいいなと思って、で当時あのとにかくまあ風潮としては速いバイクが偉いのだみたいなことあって、雑誌なんかでも煽られてたんで、やっぱり僕も速いのが欲しかったんですけど、 250cc の、4サイクル、4気筒エンジンと、まあ、あの高性能化、ね、高回転型 DOHC エンジンなんつって、こうすごくよく回るエンジンで高性能にはなってましたけど、雑誌なんかではね、2サイクルイーターなんて言って、あの当時 NSR とかガンマとか、川崎だと KSR とかヤマハだと TZR あったんですかね、その辺と互角に勝負ができるよみたいな歌い文句だったんですけど、完全に騙されましたけどね。だからただ使い勝手はすごくよくって、あの僕前にお話ししたことあるかもしれないですけど、僕がまあこの子と一緒にデビューしたのが、あの某ローリングなんとかっていうみたいな、ことをやってたんですけど、すごく使い勝手がよく、まあ本当乗りやすいバイクで、まあ、膝すりなんていうのをね、まあ、あの合法なところでやってたかどうかなんていう話はしないですけど、もうどこでもかしこでもいつ何時どこででも膝が擦れるみたいなね、すごくこう乗りやすいバイクでしたね。もう本当低速の膝擦りから落ちてる、空き缶を拾うなんていうゲートなんか朝飯前でやってましたけど、もうすごく乗りやすいバイクでしたね。まあこの子こっちと2年ぐらい付き合ったんですけど、この子から教えてもらったその何ていうかな、曲乗りみたいなスキルっつうのはね、いまだにまあ役に立ってんのかなと。まあなんつうかでもね、あれですけどね、やっていい場所かどうかだったかっていうのはね、まあ普通にその辺の道路ではやらないですけど、じゃあきちんと許可取った正規の場所でやってたのかっていうと、それもまたねノーコメントという形なんですけど、でもそういったところで腕を磨いて、腕を磨いてね、まあその後サーキットへデビューしていくわけですけども、いやこの子は本当楽しかったな。もう本当苦楽を共にした感じですよ。最初の1台ですからね、もう本当友達とツーリング駆け回って、山道をまあ申し訳ないことしたりとか、あとはまあなんていうかな、ジムカーナーの練習みたいなことで、
まあ申し訳ないことしたりとか、まあ夜中友達と集まってまあ申し訳ないことしたりとか、いろんな思い出が詰まった一台でしたね。まあ、この子で走り回って、まあその後かな、その後にまあ修行するお店の方へ出向くことになってたのかな。まあ何せ高校生の時の話ですからね。まあ高校の、まあ、僕誕生日遅かったんで高校の1年生の終わりにやっと免許が取れて、そっからまあ残りの2年間はこの子と付き合った感じですけどね。まあまた言うと怒られちゃうのかな、こんなんな。まあ楽しかったですよ。それは別にあのね、昔は良かったみたいなことではなくて、そんな誰だってね、青春時代どんなことあろうと楽しいに決まってんですよ。それは今の子たちだってね、楽しいに決まってんだけど、ただまあどうかな、今の人たちのオートバイの環境だと、まあ僕なんかがやってた時みたいなやり方はできないから、まあ別にかわいそうとかは思わないですけどね。ただあの当時の時代ではもうそういうね、オートバイのまあアホみたいなこうどんちゃん騒ぎみたいなね、だってディスコとか行けばパンツ見えるお姉さんとかが踊り狂ってたような、そんな時代だからね。まあ僕らもまあ散々走り回っといてなんですけどもね、まあまあね、じゃあ自分の青春時代が楽しくないわけがなかろうもんっていう話ですけどね。ちょっとかっこよくないですか、今こういうスタイルってね。なんて言うんでしょうね、レーサーレプリカともツアーラーとも言わない。